レース終わったら一緒に飲もうぜ。ペプシ、怒ってやるよ。俺が強えよ、お前。メリークリスマス、仮面ロングライダースブライアン荒北です。今日は2017年12月24日クリスマスイブ、聖なる夜に夜景人気スポットとしても人気の若洲海浜公園ゲートブリッジ前から本日の動画をお届けしていこうと思います。今日はクリスマスイブということで新企画に挑戦していこうと思います。サイクリングロードをかっこよく激走するロードバイクの生音を今回はお届けしたいと思います。以前から視聴者さんのリクエストでも多かった自転車の生音、まだまだ撮影技術が未熟なため綺麗な生音を撮ることはできていないかもしれませんが、ロードバイクのかっこいい走行シーンの生音を撮れるよう日々試行錯誤しながら撮影をしていきますので、応援よろしくお願いいたします。それではここから生音配信になるためBGM をストップしていこうと思います。 BGM ストップ。
最後はコーダーブルーム町宮くんのニューバイクコーダーブルームファーナー700105の塗板性能を検証するため、こちらの荒川河口橋で塗板能力を後ろから見させていただきました。町宮くんは買ったばかりでまだ慣れていないロードバイクでの塗板だったため、シフトミスをしてしまい失速してしまいましたが、以前のミニベロに比べると格段に塗板能力が高くなっているように思いました。それでは皆様、今夜のクリスマスイブ、恋人と家族と楽しいクリスマスをお過ごしください。サイクリストの皆様に良きサイクリングライフが訪れますように。バイビー。